この動画では小林正観さんの本をもとに考察をしていきます。最後まで見るとあなたの人生が変わるかもしれませんよ。お金が入ってくる宇宙法則があれば誰だって知りたいですよね。この動画ではお金が無限に入ってくる方法をご紹介します。お金が無限に入ってくる方法、正観さんはお金が無限に入ってくる方法としてトイレ掃除をやり続けることだと言いました。なぜならトイレ掃除がお金の流れをスムーズにするからです。お金の流れ、お金の流れは私たちの目には見えませんが、宇宙法則としてお金の流れるエネルギーは天井にダム湖のように溜まっているようです。ですが精神的なゴミが詰まっているとエネルギーが流れてこなくなります。逆に精神的なゴミを取り除けばお金が無限に流れてくるようになるのだそうです。精神的なゴミとは、このエネルギーをせき止めるゴミは我欲、執着、こだわりの3つです。お金が欲しいと思っている人にはお金が入ってきません。欲しい欲しいと願えば願うほど我欲、執着、こだわりのゴミを溜め込むことになるからです。ゴミを取り除く方法、精神的なゴミを取り除くには掃除をすることです。特にトイレ掃除が良いみたいで、自分の家のトイレだけでなく使ったトイレは全て掃除するのが良いみたいです。お金はたまらない、正観さんはお金が無限に入ってくるとは言いましたが、お金はたまらないとも言いました。なぜならお金を貯めようと思った瞬間に精神的なゴミが詰まるからです。つまりはお金はただ通過させるだけという考えが重要であり、お金はみんなのものと思っている人やお金を喜ばれるように使う人にたまりはしないが、無限に入ってくるのが宇宙法則のようです。この動画が参考になった方は高評価、チャンネル登録してくれたら嬉しい、楽しい、大好き、幸せ、ついてる、愛してる、ありがとう。